ここは秋田大学ものづくり創造工学センターです。このセンターはものづくり実践教育の推進と創造的なエンジニアの育成、そして科学技術を通じた地域社会への貢献という3つの目的を柱にして2004年7月に設立されました。ここでは学生自身が主体となって進めている学生自主プロジェクトが数多く立ち上がっています。今日はそんな学生自主プロジェクトの成果発表会です。ちょっと中を覗いてみましょう。みんな一生懸命に PR していますね。さて、そんな数多くあるプロジェクトの中から今日は2つのプロジェクトをご紹介しましょう。最初にご紹介するのはハイブリッドロケット打ち上げプロジェクト。このプロジェクトではハイブリッドロケットの高高度化を目指しており、これにつながる技術の習得やシステムの開発を目指しています。リーダーの村上正成さんです。具体的な活動の内容を教えてください。私たちは学生宇宙プロジェクトという名で活動しています。でロケットと衛星を打ち上げる団体なんですけど、今はロケットに力を入れて、で、まあ、ロケットの打ち上げを年に3回行っています。村上さん、ハイブリッドロケットとは一体どんなロケットなのですか？固体燃料と、液体燃料のエンジンがあるんですけど、それの組み合わせたやつを、ハイブリッドエンジンといって、そのハイブリッドエンジンを乗せたロケットがハイブリッドロケットという形で打ち上がっています。すごいですね。なぜこのプロジェクトに参加しようと思ったのですか？はい、私はとりあえず宇宙に興味があったということで、まあ、こちらの団体に入りました。機械加工もたくさんできるというので、まあ、将来技術者としての知識とかを養うためにもこういう団体に入った方がいいと思い、私は入りました。先輩たちからの意思を受け継ぎ、現在はどのレベルまで行っているのでしょうか？いやかなりってわけじゃないですけど、まだまだ宇宙までには越えなきゃいけない壁がたくさんあるんで、ちょっとまだ土台を作ってる最中ですね。なんと2015年3月には伊豆大島での試験飛行を行いました。伊豆大島での打ち上げの様子をどうぞご覧ください。さて、こちらでは一体何をしているのでしょうか？スノーボードにワックスをかけていますね。斉藤さん、なぜワックスを開発するプロジェクトを立ち上げようと思ったのですか？私自身がスノーボードがやっぱりずっと好きで、まあ、時間さえあれば滑りに行くっていうようなタイプなんですけど、去年の冬に、友達と滑りに行くときに車の中でもっと秋田のスノースポーツを盛り上げられる面白いことはないかなっていう話になったんですね。でその時に、まあ、冗談半分で、じゃあ秋田のオリジナルワックスを作ってみるってどうっていうようなことになりまして、その話がきっかけでした。秋田のスノースポーツを盛り上げたいという気持ちがきっかけだったんですね。でもなぜワックスに注目したのですか？ワックスっていうのは、まあ、スノースポーツをする全ての人にとっての必需品だと思うんですね。例えばスキーやボード、あとは最近だとスノースクートをやられる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、全てにおいて使う道具であり、また初心者の人からプロまでとにかく全員が使う道具ということで、ワックスに対して何か新しいことにチャレンジすればスノースポーツ全体に盛り上げ役として一役買えるんじゃないかなというように思いました。さて、今回どんなワックスを作ったのでしょうか？今年度最初の年ですので、まずはホットワックスという専用のアイロンで溶かして板に浸透させるタイプのワックス、こちらを3種類と、あとは手で板に直接塗りつける生塗りタイプのワックスを2種類、計5種類作りました。特にホットワックスの方なんですけど、秋田の雪質に合わせたということを強く意識してまして、極寒シリーズと呼んでて、1番、2番、3番というように命名してるんですね。でその1番であれば太平山オーパスや京和スキー場、2
2番なら田沢湖やジュネスクリコマスキー場、3番ですとアニスキー場、こういったスキー場の雪に合うよということを想定して作りました。生塗りの方はドライパウダー用の極寒生というワックスと、あとは湿った雪にすごく滑るようになる雪解けというものを作っています。実際にワックスの使い勝手を調査するために秋田県内のスキー場でモニターをお願いしたと聞きました。2月14日と3月8日に大仙市共和スキー場様のご協力を得て、ワックス体験会を行わせていただきました。当日は事前に Facebook ページやスキー場にチラシを貼らせていただいたことから、両日ともに50人ぐらいのお客様が来てくださいました。滑走後アンケートというものを書いていただいたんですが、ほとんどの方によく滑るワックスだというように好評をいただくことができました。今年度は試作が終了しましたが、来年度はいよいよ販売を開始するのでしょうか。今は大学初ベンチャーということで、その動きに向けて下準備をしているところです。秋田大学ではさまざまなプロジェクトを応援しており、また学生が自主的に活動しているのが特徴です。皆さんも秋田大学の学生自主プロジェクトに参加して一緒に夢を打ち上げましょう。おー